どうも、ゆうきです。今日この動画では愛知杯と京成杯の予想を発表していきたいと思います。両方とも期待の穴馬と本命馬と買い目という感じで3つずつお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。今週もですね、予想は木曜時点で予想してますので、馬番の記載は動画内ではありません。それから前予想なので、当日パドックを見て買い目とか変わる可能性はあるので、その点もご了承ください。では先に土曜日開催の愛知杯の予想から発表していきたいと思います。今年は小倉で行われます 2000m 芝のレース G3 です。今年ね、まさかの小倉開催なので、ちょっとコースが変わるっていうところも考慮して予想が必要かなと思います。小倉競馬場のコースの特徴とかは別の動画で解説をしているので、そっちもぜひ見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。でここですね、しかもハンデ戦なので、私は今回荒れると思ってます。で、日も荒れすると思ってるので、そういう予想をしました。で、ここから 2000m はスタートからこの1コーナー目までが結構距離が長めになってますんで、枠順は正直あんま関係ないかなと思ってます。まあ、もし先行馬とか逃げ馬を本命にしようと思ってる方はもちろんね、枠順見ていただいた方がいいんですけど、そうじゃない方は枠順気にしなくてもいいかなと思います。で、今回ですね、このレースはハンデとか、まあ、実績とかを踏まえた上で予想したんですけど、期待の穴馬はミスフィガロになりました。私が見てた時は予想図11番人気ぐらいでしたね。この馬ですね、なんで人気ないんかなって思うぐらい、なんか謎めいた馬です。いかにも血統的には走りそうで、実際走ったら結構強いんですよね。なんかまあ馬がやる気なかったりとか、ちょっと途中でやめてしまったりとかする時ももちろんあるんですけども、しっかり走るとやっぱ強いっていうところを評価してます。で、今回久しぶりの重賞なんですけど、鞍上が52キロっていうところも嬉しいし、あと休み明けね、前走使えているので、今回その休み明け使った上積みっていうのも期待していきたいなと思います。で、本命馬なんですが、ここはもう素直にミッキーゴージャスでいきたいと思います。川田さんがね、小倉までこの馬乗りに行くので、本命にするには十分な内容かなと、シンプルなその理由で本命にしました。まあ、実績的にもね、今回の集まったメンツを見ると一番信頼できるのかなって感じもします。一番人気になりそうですけど、おとなしく本命でいきたいと思います。で、改名なんですが、本命のミッキーゴージャスから3連複で流していきたいと思います。相手馬はウィンピクシス、グランスラマスク、テリオスマナ、ミスフィガロ、ローズライト。相手馬5頭で合計3連複10点勝負でいきたいと思います。ぜひ参考にしてください。それでは続いて京成杯の予想入っていきたいと思います。正直こっちの方が自信ある。これはですね、日曜日に中山で開催される芝の 2000m の G3 のレースです。中山のコースの特徴はね、別の動画で解説をしてますので、そっち見てみてください。概要欄にリンク貼っときます。で、今回この、まあ、京成杯いつもですけど、キャリア浅い馬が揃っててかなり難しいんですが、このレース中山適正と、あとは調教内容ね、注目して予想しました。で、その結果なんですけど、試合の穴馬はコスモブッドレアです。言いにくい名前やなと思ったんですけど、この馬にしました。今回キャリア4戦目なんですけど、デビューからずっとね、1ハロンずつ距離を伸ばして使っていて、前走休み明けだったんですけど、中山 2000m 今回と同じ舞台を使ってます。で、そこで、4着だったんですけど、1着との差が 0.4 秒差なので、まあそんなに負けてないんですよね。で、今回ね、前走と同じ舞台で、しかも前走は休み明けだったっていうところで、休み明け使った上積み結構あるんじゃないかなと思って、ここは狙いたいところだなという感じで、期待の穴馬にしました。で、本命馬なんですけど、本命馬はアーバンシックです。はい、普通にアーバンシック。岡山初挑戦は結構不安もあるし、鞍上もね、正直言うとちょっと不安はあるけど、追い切りが良かったですね。追い切りではハーツコンチェルトと合わせてるんですけど、いっぱい追いのハーツコンチェルトに対して馬なりで合わせて編入してます。かなり状態いいんじゃないかなと思って、この内容的にはなので、まあ、不安要素もあるんですけど、ここは本命アーバンシックでいきたいと思います。で、ただね、何度も言うように、中山初挑戦とか、まあ、不安要素はありますので、買い目でね、その本命が飛んでもいいようにカバーをしていきたいと思います。買い目ワイドボックスで、本命アーバンシックと、コスモブッドレア、
純ゴールド、レイデラルース4頭で、人気馬絡めてね、ワイド6点勝負でいきたいと思います。これ馬連勝負しても結構面白いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、一旦ねこんな感じで予想してみました。今回この動画では愛知杯と京成杯の予想を上げましたけど、参考になったよって方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。では明日日経新春杯の予想を出しますので、そっちも楽しみに待っていてください。ではまた明日、バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。現在私の公式 LINE では、初心者でもわかる競馬予想方法をまとめた競馬ガイドブックと、競馬する人なら誰でも活用できるシンプル軸馬という2つのコンテンツを無料配布しています。予想にもう一パンチ加えて決め手が欲しい方や、とにかく競馬をもっと楽しみたいという方は、概要欄から公式 LINE に登録してください。これまで2000名以上に配布して、めっちゃ参考になったってたくさん感想をいただいてます。毎月50名限定配布になってますので、早めに受け取ってねー。